もう高校の時からずっと言ってます。野球部、サッカー部、バスケ部ばっかりと付き合う女は俺は嫌いだと。バドミントンも見てくれ。好きだと伝えればいいのに、願う先変わっていいす。好きだよと、好きだよが募ってまとけてく。君との時点が1秒でも長くなるならずっとじゃなくていい。どうも、京介です。いや、もう今日の動画のテーマソングですよ。本日はウビマックということでですね、これもうマジで流行らせたいんで、皆さん海でマック食った時はインスタでウビマックのハッシュタグをつけて、投稿してください。マックで今期間限定メニュー恋する照り焼きみたいなのがね、現在やってまして、3種類出てるんですよ。これマジどれにしようかなって未だに悩んでるんですけど、焦がし醤油、旨辛チーズ、あともう一個なんだっけ、あともう一個なんかそんな感じのがあったんですけど、今回マジどうしようかな。まあ安定でチーズを狙いに行くか。どれも美味しそうじゃない。焦がし醤油っていう時点でうまそう。旨辛、さらにチーズ、もう俺の好み詰まってる。あともう一個マジで思い出せねえんですけど、いやマジどうしようかな。でね、今日は昼ぐらいからね、雨が降るっていう予報だったんでね、だから、恋音と雨空っていうね、もう今日のテーマソングですよ。はい、皆さん、僕が今から何を頼むか予想してください。シンキングタイムスタート。うま辛チキン照り焼きのセットで、ポテト S で、ドリンクがファンタのグレープで、氷抜きでお願いします。はいよ。あ、よっ、ナチュラルにめちゃめちゃ愛よって言っちゃった。ごめんなさい、すいませんね。普段店員さんにそんな態度取らないからね。こんにちは。はい、正解はうま辛チーズ照り焼きでした。当たった人は今日いいことがあるかもね。さあどうだろうね。人生って甘くないんで、こんなことでいいことばっかりあったらね、みんな幸せです。ということで、海やってまいりました。相も変わらず、長浜という、宮崎県延岡市にある赤海ガメが卵を産みに来るで有名なね、海に来ております。いつかね、この海ガメを見に朝早くから来たいな。朝起きれねえからな、俺。なんか海近いとこで食べたいな。潮の香りを感じながら食べたい。皆さん見てください。めっちゃ曇りです。雨降るらしいですよ、今日は。めちゃめちゃいい感じの岩場あんじゃん。濡れてないよね。あ、濡れてないわ。ここでこう。ちょうどいい。座るのにちょうどいい。ということで、いただきます。あ、ポテトは安定だから別に味とか感想ねえな。俺今回で分かった気がする、なんでこの海好きなのか。で、天気じゃなくても別にいいんですよ。これ音が好きなんだな。音と心地いいぐらいの風とこの塩の香り、これが好きなんだな。別に気持ちいいわ。よかったよかった。ということで皆さん、今回の期間限定のバーガー、冒頭でも言いましたが、恋する照り焼き的なネーミングだった気がするんですけど、ところで皆さん、恋してますか？僕 YouTube ライブを5日に1回やってるんですけど、そこでもね、恋人とどうのこうのとか、会社どうのこうの、彼女とどうのこうのね、言う人がいるんですよ。非常に羨ましいなと。別にそこまでこう、うわ、もう彼女欲しい、うわっていうほど欲しいってわけじゃないんですけど、シンプルに恋してーなっていう、ワクワクしてんですよ。ワクワクドキドキしたいわけです。友達のインスタとか見ててもね、彼氏彼女とどこ行ったっていうストーリーとか投稿が見れるわけですよ。どうすんだよ。恋愛もののドラマだったりカップルチャンネル見るの俺は全然気が進まなかったはずの僕が、最近見る TikToker がカップルでよ、 TikTok のショートドラマ、恋愛のやつ見てるしよ、やばいよ。俺見てたカップルチャンネルなんて3、4年前の芝なんで終わってたの。なんてこったい。趣味思考が変わってきているからだな。俺撮影以外で外出ないじゃない。撮影ない時はもうずっと編集してるし、出会いがねえよ。もう画面の中の人にしか恋できないんじゃないかって思って聞いてますね。だからといって今好きな女優さんいないんだよな。昔は広瀬すずに爆ハマりしましたけど、誰だろうな、誰がいる今話題の女優さん、あんまり思いつかない。もうこの人めっちゃ好きっていう人もなんかいなくなってきて最近。
おいって思える人もなんかだんだんと少なくなってきていますね。年齢のせいでしょうか。落ち着いた恋愛したいわ。大人みたいな恋愛したいわ。おしゃれなデートスポットとか行きたいわ。あ、めっちゃ気になるんですけど、男は結構共感できるかもしれないですけど、あの友達のインスタ見せて、何その高そうな焼肉屋さんみたいな、何そのお高そうな居酒屋さんっていうストーリーが上がってくることありません？女の子とか特に。で、大体そういう女の子は彼氏とかがいたらそういうところに彼氏と一緒に行くんですよ。そんなところあるの？っていうところにカップルで行ってるんですね。あれってどうやって見つけてんの？みんなマジで気になるわ。いやめっちゃ思うもん。お前ら俺と同い年よね。なんでそんな金やっとっていう、そんな高そうなとこ行って、なんでお前らそんげな金やっとっていう気持ちになります。なんか石の平べってさらに肉が置いてあって、その肉の部位名が書いてある木の板が置いてあるような焼肉屋さんとか、これどこで見つけてんだよ。どこに行ったらあの部位が書いてある木の板と出会えるんだ俺は。すげえよな。いや男同士ならさ、そんなとこ行かないじゃん。あんまりもう普通にもそこら辺の居酒屋行って、そこら辺の飲み屋行ってってするじゃない。もう極論ジューフルでもいいわけですよ。男友達だったらうまい飯じゃなくても楽しめる間柄だったらね。彼女がいない限りあの木の板には出会えないんですよ多分。あれ彼女が見つけてくんのかな。おしゃれなデートスポット、おしゃれなカフェとか行ったりするじゃない。カップルだったら、男同士だったらカフェとか行きませんからね。うん、缶コーヒーですよ。マジどこで見つけてくんだろうな。女の子のリサーチ力ってえぐいよね。うわー俺もしたいわー、そういうの羨ましいわーって思うわー。大学生とかでもそういうとこ行ったりするじゃん。俺一応ちゃんと4年ぐらいしっかり普通の社会人やってきたぞ。行ったことねえよ。いやマジで、本当に最近よく聞かれますけど、仕事何してるんですかってよく言われるんですよ。みんな俺はこれを仕事だと思ってるぞ。みんなが見てる部分はもうここしかないから、まあただ飯食って喋ってるだけに見えるんでしょうけど、お編集とかやってるぜ。一生懸命ネタ考えたりしてるよ。これ仕事だと思ってるからね。多分みんな仕事だと思ってない人もまだ一般的にはちょこちょこいるんでしょう。社会人経験ないと思ったら大間違いだからね。あるからね、ちゃんとしっかり4年ラーメン屋さんやったからね。バイトじゃねえぞ。まあバイトの時期もあったけど、やったからな、ちゃんと。その上でこれをやってるんだ。普通に働いてたら、なかなかすごい、ものすごい頻度で動画を出すことはできない。無理だった。体力が持たなかった。まあそういう理由でやめたわけじゃないんだけどね。まあいろいろあったんです。ただ今こうやって YouTube をやらせてもらっている環境に感謝。みんなが見てくれている環境にマジで感謝。マジで感謝。ポテトも食べ終わったことだし、メインのバーガーに行こうか。デデデデン。うまからチーズ照り焼きということで食べよう。見た目はまあチーズ照り焼きですね。じゃあいただきます。なんかここ唇割れてんだよな。痛っ。おっきい口が開けれない。あーおいしい。絶対音割れしてる。ちゃんと辛いわ。ちゃんと辛い。何年か前にプライベートで辛いナゲットをね販売してたのよ、マックが。あの時めちゃめちゃ辛くなくて、辛み一つも感じなくて、なんやこれ詐欺やんと思ってたんですよ。だからマックの辛い系あんまり信用できてなかったんですけど、これ結構ちゃんと辛いです。まあ、ピリ辛ぐらいですね。松本の3辛で結構辛いなって思う人はだいぶ辛いです。あ、うまい。あ、真ん中に近づいてくるとマッチカレーな。うん、真ん中の方は、松本さんからの人は結構要注意です。辛いもんってなんか、頻繁に食べたくなるんですよ。わかりません？辛いものが苦手な人は、まあそうでもないかもしれないですけど、ピリ辛ぐらいだったらちょっと食べたくならん？マジで辛いラーメンばっかり食ってた時期あったし、なんか辛いもんってマジで食べたくなるんですよ。ハマるとやばいよね。さらなる辛みに挑戦したくなっちゃって、マスモトとかでね。まあ当時10辛とか食べてたんですけど、15行ってみてえなと思って。でもマスモト、まあ1000円ぐらい払って15辛食べました。辛くて食べれません。うわ、さすがにもったいないと思って、セブンの蒙古タンメンでめちゃめちゃ修行してました。そしたらね、15辛普通に食べれるようになりました。まあ、何事も修行だなと。慣れだなと。辛いもの食べたいな。食べれるようになりたいな。ちょっとずつ辛いものを食べていく。編集うまくなりたいな。自分ができる範囲のことをちょっとずつやっていく。人一個一個こなしていく。これが編集がうまくなる秘訣だと思います。まあ、僕もそこまでうまいわけじゃないですけど。全部独学なんで、できることだいぶ少ないですけど。まあ、宮崎のクリエイター1には争うんじゃないかなと。まあ、撮影の技術がないから編集でどうにかしてるんですけど、ゾノには負けるかな。万人受けする編集ができるから、あいつは。あいつには勝てないな。あそこの人たちはもうみんなうまいよ。まあ、ショートとなるとだいぶ変わるけどね。まあ、横画面で言ったらですよ。もう縦画面の編集めちゃめちゃ苦手なんで。マジで嫌い。
まあ、撮影技術というか、撮影技術いらないんだけどな。俺出たい人なんだよな、ただただ。裏方あんまやりたくないんだ。出たい人だから。俺を見てほしい人だから。撮影技術とかいらないんだよな、正直。撮影されてたい。うん。そういうメンタルでやってます。基本、綺麗な景色を見せたいじゃない。綺麗な景色のところにいる俺を見てほしい。あれと一緒ですよ。かっこいいとされる部活の男、もしくはキャプテンたちとよく付き合っている女の子と一緒です。キャプテンという肩書きを持っている、彼氏を持っている私を見てほしい人たちと一緒です。私は偏見で生きてます。おらん、そういう人。年上の野球部とかサッカー部とかそういうのばっかりと付き合う女。許せんな。バドミントン部だって頑張ってたんだぞ。モテさせろよ、バドミントン部も。でもバドミントン、まあ、確かに、見る機会少ないでしょ、体育館だから。校庭だから見えてるだけだからな、あんなのは。校庭だからあの窓、ぺって見たら見えるから、ちょっとかっこよく見るだけだからな。体育館見に来い、体育館に。バカ。ちゃんとバドミントン、強い人はマジでかっこいいです。ただ、公園とか行って、っていうバドミントンはできなくなります。悔しいわ。高校の時からずっと言ってます。野球部、サッカー部、バスケ部ばっかりと付き合う女は俺は嫌いだと。バドミントンも見てくれ。バドミントンなんてめちゃめちゃかっこいいだろお前。一人でバカみたいに速い動きしてるんだぞ。スマッシュとかパッバーン、かっこいいだろ。羨ましいわ。まあでも野球やっててもモテねえやつはモテないですけどね。まあバドミントンかっこいいのにモテなかったのはこういうヘリクス的な、偏屈的な性格が曲がってるからモテなかったんでしょうね。ああ、恋して。とりあえず恋してね。もういいよ、もう。人がどうであるのとかも。どうでもいいわ。あいつの彼氏がどうのこうのとか、あいつの彼女がどうのこうのとか、どうでもいいわ。恋してよ。俺が恋できればそれでいいわ。ていうかあれだな。今日こそは動画で明るい話しようと思って。恋っていうテーマだから、明るい話しようと思ったんです。なんか愚痴とかになっちゃう、いつも。愚痴とか悪口とかになっちゃう、いつも。なんなんだろうね。セクルバーということで、本日の海マックありがとうございました。インスタにも海マックの写真とか載せてますので、皆さん見てみてください。ハッシュタグ、海マック、みんなで広めていきましょう。もしね、今回僕が選ばなかった照り焼きの種類食べた方いましたら、感想だけコメントで教えてください。ちょっと気になります。ということで、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。いつから人、美が怖くなったんだろう。天気悪すぎじゃない？天気悪すぎじゃない？ちょっとあそこ黒すぎだもん。だって雲があっちはそうでもないけど、あっちな、リュードス、ラフィタありますか向こうに。天気悪と思ったらめっちゃちゃんと降ってきた。やばい、降ってきてる。走れ、逃げろ。ああ、砂が、砂、足持ってかれて、くっそ、降り始めた。ダリー